もうじゃあ社内には吉田さんに逆らえる人いないんですか。何を言ってるんですか。そんなことはないんじゃないですか。だって実績がありすぎるから、その説得とかするのかなり難しいじゃないですか。あ、僕をってことですか。しかも僕をってことですか。ええ、いやでもそんなのだって社長が一番の執行権限持ってるわけなんで、僕がいくら反対したって社長がいいからやるんだこれはって言ったら、あ、そうですかってなるんで、それはしょうがないです。今までなったことあります。ありますよ。あ、あるの。第三開発事業本部の案件ではないです。それはそうですよ。吉田さん怒らすと殴られそうだもん。いやいやいや、それは前の社長の和田さんに言われましたけど、この企画ダメだって言ったらそのリングで殴られる僕って聞かれたんで、初対面ですよしかも。いやな、そんな殴ったりはしませんよ、腹は立ちますけどねって。それがね、和田さんとの最初の企画。俺その時契約社員でした、まだ。